ザ・チーフ・タンズは、アイルランドのバンド。1962年に結成される。結成当時は認知の低かった伝統音楽を、現代的なアレンジを施し、徐々に知名度を広げ、人気を獲得していった。グラミー賞やアカデミー賞を受賞した。1961年からオリアダ・オリアダが率いた、グループ、キ京ルトリクーラン・キューリトリッチ・ワランを母体とし、1962年。 結成。アイルランドの伝統音楽にバロック音楽のアレンジを施し、コンサートホールで多くの聴衆が楽しめるように発展させたバンド。1976年に映画バリー・リンドンの音楽を担当、同作がアカデミー賞を受賞したことで世界に知られるようになる。特に80年代後半以降に傑作アルバムを多くリリース、 グラミー賞を6作品計7回受賞、ノミネートは9回に上る。ロック、ポップス、クラシック、世界の民族音楽、映画音楽など、あらゆるジャンルの共演者を迎え、アイルランドの伝統音楽との融合を行っており、その現代的なアレンジは当初は強い批判を受けていたが、チーフタンズの人気が高まると批判していた人たちも、チーフタンズのようにやり出したと、 リーダーのパディは振り返っている。また、意欲的に様々なミュージシャンとセッションを重ねており、共演者には、ローリング・ストーンズ、ポール・マッカートニー、スティング、ジョニー・ミッチェル、ライク・ウーダー、エルビス・コステロ、バン・モリソン、パバロッティ、ロンドン公共楽団など、枚挙に暇がない。2002年に音楽の柱であったデレクベルが死去。2012年に初期メンバーのマーティン・フェイ死去。 また、ショーン・キーインも療養中でツアーに参加していない状態である。その穴はアイルランドやカナダの若手ミュージシャンらをサポートに迎えることで補って公演を続けている。結成55年を迎える現在も1年の大半をワールドツアーに費やし、その合間にレコーディングという勢力的な活動を続けており、これまでに40枚以上のアルバムをリリースしている。 1991年に初来日。これまでに、矢野明子、今和野清志郎、はじめ千歳、新日本フィルなどのゲストを迎えて、公演を行ってきた。2017年、11回目の来日。ザチーフタンズ来日公演2017日本、アイルランド外交関係樹立60周年、記念公演として、全国9公演を行う。 オリジナルメンバーサポートメンバーサポートメンバー、旧メンバー、ありがとうございます。